エルヤン・ニーランは、ノルウェー・ボルダ出身のプロサッカー選手。ノルウェー代表。AFC ・ボーン・マス所属。ポジションは、ゴールキーパー。ムーレオ・ロムスラール県の町ボルダで生まれる。幼少期は、サッカーだけでなく、ハンドボールやアルペンスキーも親しんだ。2007年、イルヘッドに加入。初年度は、キムデーノフからポジションを奪いず出番なしに終わったが、シーズン終了後に、 デーノフが移籍したため翌シーズンから、ニーランが、正ゴールキーパーに据えられた。ニーランは、ノルウェーの若手ゴールキーパーの中で最も高い評価を、受け、2007年から2011年にかけて、ローゼンボリ BK、エバートン FC、モルデ FK といったクラブから勧誘を受けている。2012年のノルウェーカップ決勝では何度も、後セーブを披露、PK 戦では数と乙女、 クラブ初のカップ戦優勝に貢献した。シーズン終了後、イルヘッドとの契約を満了した、ニーランに対し IK スタルトとソグナルフットボールが獲得に動いた。これらのチームは、イゴールキーパーの座を約束し、代理人もスタルト行きを進めたが、ニーランは、リーグ王者で2人のライバルがいる。モレデ FK への移籍を決断した。2013年5月の IK スタルト戦で、 移籍後初出場。ライバルが負傷離脱したため、間もなく正キーパーの座につき、17節に、休息のためメンバー外になるまで出場し続けた。2013年9月にモルデとの契約を2018年の夏まで更新。2015年7月1月、ブンデスリーガに昇格した FC インゴルシュタットレイオンに4年契約で移籍。翌月ボルシアドルトムント戦で初出場。 2018年8月7日、フットボールリーグチャンピオンシップに所属するアストンビラ FC に移籍した。3年契約。2021年2月1日、ノリジシティ FC とシーズン終了までの短期契約を結んだ。2021年8月17日、AFC ボーマスと1年契約を結んだ。U-16 からノルウェー代表に選出されている。 UEFAU-21 欧州選手権2013は準決勝でスペイン代表に敗れるも同メダルを獲得。ニーランも UEFA 選出のオールスタースカットに選ばれた。2013年9月 2014FIFA フフワールドカップ予選キプロス代表戦とスイス代表戦のメンバーに選出されたが出番はなかった。同年12月開催の親善試合。 スコットランド代表戦で初キャップありがとうございます。